ビガールとして有名になりたいんです。じゃあミッションをね、つばきさんに与えますね。ミッション、今回は第1回目ということですが、もはやサクッと75センチのシーバスを釣ってしまおうということで、ボートシーバスにやってまいりました。ボートはシーバスターズさんの加藤キャプテンにガイドしていただきます。それでは沖へレッツゴー。船柱辺の大物がいるだろうポイントへ到着。使用するルアーは鉄板パイプのコンスタンキーコカラーでいきたいと思います。遠くの方へポーンと投げて、そこまで落とします。で落ちたら手にブルブルが伝わる速度で巻いてきます。サーバでした。ありゃ、今度こそ本命シーバス来い。あ、来た来た。とりあえずゲット。ヤッホー、イエイイエイ。そして大きさは全長58センチでした。よし、さらなるサイズアップを目指して。よし、来た来たー。あ、さっきよりでかいかも。
は75センチあるんじゃないの？本日の釣果はサバ1匹、スイバス1匹、58センチ。ミッション達成ならず。ボートでも75センチはそんなに甘くない。というかだいぶ道のりは遠そうです。さらなる上達を目指して行きたいと思いますので、皆様ぜひぜひアドバイスなどコメントにていただけると嬉しいです。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。